聖イエド・アリー・モハンマドは、イスラム教シーア派12イマーム派の一派、シャイヒー派の宗教改革者、後に預言者であることを宣言し、バーブと名乗り、バーブ教を改祖した。ハイファにあるバーブの聖病聖イエド・アリー・モハンマドの、肖像聖イエド・アリー・モハンマドは1844年5月23日に、 自分は十二イマーム派の約束されたマフディの再来であると宣言し、イスラームの自由主義的改革を訴え支持を集め始めた。これに対して十二イマーム派の聖職者たちの多くが反発し、バーブを異端者、さらには廃教者と断罪した。バーブ教徒は十二イマーム派聖職者とその先導する群衆によって攻撃を受け、時には 数千人規模の犠牲者を生む戦闘も起きた。1846年以降は断続的に交流され、1850年7月9日に銃殺された。その後数ヶ月内に他の多くの時期で死が同じ運命をたどった。生き延びたバーブの皇帝の一人ミールザー、ホセンアリーは、1863年にバーブが登場を予言していた、新予言者。 バハーウッラーであると宣伝して、バハイ教を創始した。そのためバハイ教でもバーブは数形されている。1819年10月20日、シーラーズの中流商人、ムハンマド・リダーの息子として生まれた。母親は、シーラーズの有名な商人の娘でファーティメイ両親は、預言者、ムハンマドの娘ファーティマとアリーの子孫であると主張した。ファーティメーは、 後に、バハイ教徒となる。父ムハンマドリーダーは若いうちに死に、同じく商人であった母方おじのハージー・イミールザー、セイエド・アリーに養育された。マクタブで6から7年学んだ後、15歳から20歳まで、おじの家業を継ぎ、ペルシャ湾近くのブシェール市で商業を営んだ。1842年、ハディ・ジェバ・ゴムと結婚した。 聖イエド・アリー・モハンマドは23歳で、ハディージェは20歳であった。アフマドと名付けた子供が生まれたが、その年の中に亡くなった。夫婦は、シーラーズの家で母親と暮らした。ハディージェは、後に、バハイ教徒となった。1790年、ペルシャで、シェイク・アフマドが十二マーム派内で、宗教運動を始めた。 彼の信奉者はシェイク派と知られ、アフルルバイトのマフディと呼ばれる、アルカーイムの差し迫った現れを待ち受けていた。シェイクアフマドの死後は、カーゼムラシティが指導した。1841年、バーブはイラクへと巡礼を行い、7ヶ月のほとんどをカルバラー周辺に泊まった。彼はそこで、カーゼムラシティと会ったと信じられている。そこで、 カーゼム・ラシティの講義に参加したと思われるが、この期間については文書化されていない。1843年12月、カーゼム・ラシティは、死の時、シェイク派の信奉者たちに、彼の予言によれば間もなく現れるマフディを探すために、忠告した。これらの信奉者の一人のモンラー・ホセインはモスクで40日間、通る通した後、シーラーズに旅をし、そこで、 バーブと会った。ハディージェが目撃したバーブの最初の宗教的なインスピレーション体験は1844年4月3日の夕べであった。バーブの使命の公の接触はシーラーズでモルラーホセインが到着した時に起こった。5月22日の夜、モルラーホセインはバーブに家に招かれた。モルラーホセインはカーゼムラシティのふさわしい後継者。 約束されたものを探していると告げた。バーブは、モルラーホセインに、自分が、カーゼムラシティの後継者であり、神秘の知識の所有者であると語った。モルラーホセインは、バーブの主張を最初に受け入れた。バーブは、モルラーホセインの質問に満足いく返答をし、彼の目の前において、カイウムルアスマーという名で知られるようにあった。 クルアーニュース不シの解説の最初の一章を書き表した。モルラーホセインが最初の弟子となり、その5ヶ月の中にカーゼムラシティの弟子たちの17人が、バーブを神の権事者と認めた。その中に、後に、ターヘレという名付けられた詩人、ファーティメ・ザ・リーン・バラガーニという女性がいた。これらの18人の弟子は、イケル・文字と呼ばれ、イランとイラクの間で、 新しい信仰を広める任務が与えられた。ありがとうございます。